れでは先ほど、セミナーで講師をされた関根さん、はい、本当に非常に難しい話でまあでもそういったはい、最新の情報を知り尽くした関根さんは2000万あったら何が欲しいですか？大きく2つあると思っていて、奥さんに言わなきゃいけない2000万なのか、言わなくても大丈夫な2000万大丈夫、大きく大丈夫な方で大丈夫な方で、はい、大きく変わると思うのではい、大丈夫な方でいくと、これ木下さん工具販売されてて、これすごい申し訳ないですけど、もう少し大きい話になって、大きいというかピンポイントじゃない話になってしまうと思うんですけど、僕今2000万あったら仕事って全部こうお客様のニーズがあって成り立つもんなので、でその中で僕にできるのは壊れた自動車を直すことなので、ここは僕が個人で一生懸命勉強して、毎日車直して経験積んで技術を上げていくっていう、これ僕個人の仕事なんですけど、僕に直すのは壊れた車を直すことだけなので、欲しい車を探すことだったり、欲しい車をお客さんに届けることっていうのが僕はできないので、よりお客様に満足しているような、もらえるような車を最終的に届けられるように、僕は車を直す、確実に直すっていうところを担当する、あとその他の方たちと連携をしていくインフラの整備に、使いたいなって思います。方たちとか、例えば日本だけで無理であれば、その諸外国とも連携をしていくような、インフラに使っていきたいなと思います。日本で手に入らないような部品だったり車両だったりが海外行くと簡単に手に入ったりするケースも少なくはないので、あと診断機も工具もそうですよね。到底日本ではない工具だったり診断機、海外は普通に販売されたりするので、そういうインフラを作るためになんか2000万使いたいな、あったら。これ言わなくていいんであれば思います。あれですよね、自己車とかをいろいろと集めるようなネットワークを作ったりとか、あんまり表に出てないような、レストアとかを含めたものとかっていう感じですよね。それでもすごい可能性がありますよね。ですよね。はい。本当付加価値をつけれる仕事ですからね、車体整備って。普通の整備だとつけられないですけど、車体整備でいうとレストアもあれば、そういうスーパーカーもあれば、いろんな形でできますからね。まあグローバルで見た時には本当にそこの価値ってコロナになってから高まってるので、もう車っていうよりも本当資産として売り買いされてる方々が多いことを考えると、技術がありさえすればヨーロッパの方とかでいうレストアって結構実は何千万っていうよりは億単位のものをレストアって言われる方もいらっしゃるぐらいちょっとやっぱ感覚が違うなっていう方々も多いので。なんかそこに日本人として、もしくは日本の会社で連携組んで入っていけると、すごい面白いだろうなっていうのはいつも感じたりはしてるんで、ぜひなんかそういうことできたらと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに例えばそういう販売に強いところとかと企業合併とか、そういったのにも補助金って出るんですか？そうですね。事業の、例えば M&A とかですね、事業承継みたいなところにも実は、補助金って出るんですよ。はい、なので、そういう事業承継を行うっていうところも含めて、いろんなプランがありますんで、国としては中小企業に対しての事業承継をやってもらわないと本当に大きな問題になりますんで、なのでそういったところも知らないとやっぱりどうしても知らないままやってしまいますんで、これだけ日本の経済も大変になってきて、業界も厳しいで、設備投資もしないといけないし、車も変わっていくっていうことを考えると、やはり国から補助が出てるものはしっかり勉強して、使えるものは使って、それで働く環境も良くして、しっかりしたサービスを出していくってことを考えると、事業承継ってところは本当にしっかり考えて、ちょっと時間がないんであまり触れないですけれども、私の方で今オートアフターマーケット M&A センターというものをやってまして、それに関しては例えばあと3年ぐらいで会社を畳むか引き継ごうかなと思われている方が、承継をする方がいないという場合に、どうしても設備投資をこうストップされる方が多いのかなと思うんですけれども、事業を承継するときに会社の価値を調べるときに、やはり特定整備に対応しているかしてないかというので、やはり大きく変わってきますので、なので仮に事業承継をする方がいなかった場合でも、きちんと今の会社の価値を把握をして、で、例えばどこまで会社の設備を入れて、技術を学んでおいたら、承継をする際に、例えば株式譲渡でも事業譲渡でも切り分けでも可能なので、どういう形で売れるのかっていうところで、出口をきちんと目標を決めるっていうのは、私はすごい重要なことなのかなと思っていますので、そこまで含めての設備投資補助金かなというふうに思ったりはしております。ありがとうございます。これぜひ新潟社協でもうちの支部長からお願いがありますので、補助金の話をぜひしてほしいということね、ことがありますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは香川県の池田さん、お久しぶりです。よろしくお願いします。映ってたんですね。状況。それでは池田さん、2000万あったら何に使いますか。そうですね、自社であれば。